おはようございます。和道です。2018年、音聞こえる？はーい。あ、ちょっと待ってください。よいしょ。バガありがとう。おはようみんな。声聞こえる？声と音楽聞こえます？おはよう。今日は何日だ？あ、あんこさんサムネ変えたんだ。あんこさんそんな感じだったんだ。もっとボーイッシュな感じの人だと思ってたら、なんか乙女な感じの人だったんだ。2018年1月の15日11時55分です。よろしくお願いします。和道です。みんなおはよう。よいこさんおはよう。くーさんおはよう。かむさんおはよう。あんこちゃんおはよう。おはよう。よいしょ。なんかリスナーさんから相談の電話がかかってきたよ。なんかどこも大変みたいだね、配信会は。なんだ、誰の放送がどうとかこうとか、なんかだんだん分かってきたな。おい、たくみさんおはよう。色恋じゃなくて、なんかこう、誰の放送を見るなとか、なんだろう、花火がどうとか言われてるっていう相談だった。俺はよく分かんなかったんだけど、でもなんとなく分かった。その、なんかさ、自分のリスナーさんが離れていくこともあるわけじゃん。あ、こういうことをしてるんだって、配信者って裏でっていうのが、なんかちょっと分かったかもしれない。うん、なんかいろいろあるんだなと思って、怖っと思った。配信に関する相談、要は俺の配信をやってる時は他の配信見るなとかコメント書くなとか、それに悩んじゃってる人がいて、いろいろあるんだね。俺はリスナーさんは自由にいろんなところ見りゃいいと思うけどね。普通にすりゃいいのに、いろいろ大変なんだね。いや、花火さんとか逃したくないんでしょ、やっぱ。なんかあれだな、ホストクラブみてえだな、本当にホストクラブみたい。トラブル多いんだね。それが嫌で、普通に、てか俺サラリーマンとかさ、そういう普通の職業とかじゃなくてさ、その自由にやりたくてこの世界入った人だから、なんか最近のね、そういうなんか、なんかまあ色恋するとかもよくわかんないし、みんな食ってくのに必死なんでしょ。
だけど配信者ってそうじゃないと思うんだけどな。配信は自由にやってなんぼだと思うんだよな。難しいよね。さっきもリスナーさん発狂した配信見てました。何があったの？リスナーさんが発狂してたの？金が絡んでるから良くないのかな。どうなんだろう。何が何だか分かんなくなってきたの。なんか疑似恋愛しちゃってるリスナーさんとかもいるんでしょ多分。俺がアホなのかもね。普通にちゃんと真面目に付き合ってるのとかめちゃめちゃ発狂してた。ひゃーひゃーっつってた。ウィーっつってた。ここは通さねえぜっつってた。そういう発表じゃない。ヒカルさんの枠？アイコさんじゃないのそれ。アイコでしょ。昨日話したじゃん俺。あ、昨日話したけどみんなに聞こえてなかったのか。昨日いっぱい俺喋ってたじゃん。アイコじゃないの。ツイッター更新します。軍曹のリスナーが軍曹と色恋して爆走するぞってなって軍曹にブロックされてヒカルさんにお本ないって。また軍曹。軍曹もう何回目よ。軍曹多いな。軍曹好きだね。もう色恋、色恋っつうかもうパコるの大好きだからね。色恋はトラブルのもとっていうかね、あのお母さんが言ってた、好きな人と結婚しなさいって。お母さん言ってなかった？
好きな人とじゃないとエッチはしちゃダメって言ってなかった？結婚してからじゃないとエッチはしたらダメですって言ってなかった？お母さん、俺だけ？お母さん正論だよね。みんなのお母さん言ってなかった？あ、それは言われてないんだ、うん、お母さん不良。あんこさんのお母さん不良だわ。ヤンキーです、ヤンキー。あんこさんは俺の枠何で見つけたんだっけ？ YouTube 見たんだっけ？ YouTube 見て俺の枠見つけたんだっけ？あのね、あんこさんね、あの多分そうだっけ、俺のリスラー歴あの浅いからあれかもしれないけど、俺が毎日やる奇怪な発言、奇怪な行動は全部ファンタジーだと思わないと精神やられるよ。毎日気が変わるから、俺は覚えておいて。適当なことを常に言い続けてるだけだから。ピュアミーほど心がね、何言ってんのこの寄り目の赤目の手中猿はってなるから、あんまり気にしなくていいよ。もう古い人はみんな分かってるから、またなんか始まったって。そう、それをねみんな病気と呼ぶんですよ。人はそれを病気と呼ぶので、うん、一通り見た。そう、とにかく俺はあの適当人間だから、それを覚えておいて、それは忘れないで、そこの部分だけは裏切らないっていう定評があるから。それを覚えておくとこの放送がぐっと楽しくなるから、またなんか始まったって言って、今日はなんだっつって、うん、高田純次、高田純次会ったことあるよ俺、超かっこよかったよ。テレビの収録やっててイケメンだった、駅前で見た。はい、ワトツーハゲだるま先輩お疲れっす。毎日毎日をね葛藤しながらもがき苦しむ配信だから、業の深い生き物だよ。でも昨日さすがになんかすげえイライラしたな、本当に。昨日はイライラマックスだった、久々。何なんだろう、なんか超イライラしたよ、なんでかわかんないけど。もう DM とかでさ、なんか嫌なバッドバイブスやめてほしいんだよね、本当に。いやもうなんかさ、なんか DM でああでもないこうでもないっていうのとか、 LINE とかでああでもないこうでもないって言われるのあんま好きじゃないのよ。そう、忙しいからさ、だからなんかストレスをかけたくないのね。ストレス耐性がゼロだから俺、なるべくそのいい雰囲気が一番好きだから、まったりやりたいの、まったりのほほんが幸せなの、居心地いいのがいいの。戦う時は戦わないとダメだよ、イベントの時とかさ、その企画の時とか体張るけど頑張るけど、うん、それ以外は嫌なんですよ。なんか他人の悪口とかもあんま好きじゃないし、いやリスナーにごちゃごちゃってわけじゃないんだけど、なんかね、まあまあリスナーにごちゃごちゃか、だから見守ってくれる人が好きなんだよね、うん、なんか足の引っ張り合い文化とかあんま好きじゃないの、得がないと思ってて。グッド
ドバイブレーションでいきましょう。グッドバイブレーションで、そうなんだよね。なんかやっぱね、外で Wi-Fi 拾わなくて、家の Wi-Fi 外に持ってって近所でシャドウやってたんだけど、映ってなかったでしょ。PTPT してたでしょ。プツプツだったと思うんだよね。だからもう一人で、やってたよ。見えなかったでしょ。見えてた？映像は。映像と音来てたのかな？固まってたでしょ。そうだよね。そうだと思った。フォローありがとうございます。お、アトムさんおはよう。やっともう水筒が届いたよ。水筒がいい感じかな。なんかね、もう節約しないとと思って、稼げないなら稼げないでこっちにも考えあるわと思って、まずトレーニング行ったらさ、やっぱ水分補給しないといけなくて、ポカリスエットのこれ300円、これさえ持っておけばこう水とかポカリを自分の家で作って持っていくことができるでしょう。でやっぱり大塚製薬から CM を取りたいっていう、大塚製薬から CM を取りたい男だっていうのをリスナーにアピールしたいから、やっぱりポカリスエットでしょ？爽やかさ。和道って言ったらやっぱポカリみたいなイメージをつけていきたいから、これね、こうクッて。生まれたての僕らの前にはただ、果てしない未来があって、体に一番近い水、ポカリスエット。そう、やっぱポカリの CM 出たい、ジュノンボーイは意識していきたいから買いました。おい、のんちゃんいらっしゃい。で、あ、こんな大きさなんだ。ちょっと思ってたのと違うな。まあ、今日ジュース買っちゃったんだけど、今度からお茶をね、飲もうということで、アマゾンのレビューで星5を取ってたんですよ。アマゾンのレビューで星5。これを、まあ、1.5リ、おー。あー、これね、すごいんだよ。これ星5だったんだけど、思ってたより小さいな。星5のピッチャーです、これ。オシャンティーでしょ。これ2000円。これは何かというとですね、これね、すごいんだよ。レビュー見たら。デザインもいいし、デザインかわいいじゃん。これね、そのまま火で炙れんの。やかんとかにたい、あれ？もう壊れてんだけど。星3だわ、俺の中で今。ペロンってなってた。これすごいんだよ。ペロンってなってるんだけど。星3だわ、俺の中で。使いづら。騙された、俺。星5に騙されたのかな？ペロンってなる。ペロンってなる。このゴムパッキンの部分が。ちょっともうショックなんだけど、すでに。ペロンってペロンってなるなー、ここが。これはね、やかんでそのまま直接火をかけられるっていうアイテムで、星5だったから買ったんだけど、ちょっとペロンってなるのがすげえ気に食わない。わらわらじゃなくてさ、買ったばっかりなの。これ星5だったのに、ペロンってなるゴムパッキンが。しかもなんか回らない。これ騙されたな、レビューに。これゴムパッキンペロンってなるじゃん。さま、え、どういうことこれ。なんかおかしくねえか。説明書ないの？あ、電子レンジも可能なんだ。
耐熱ガラス。パッキンがないとビチャってなるでしょ。え、パッキンなんだこれ、回んないの。しかもまあいいや、これでお茶飲みます僕。なんゴムパッキンペローンってなる中で、いやなんかうぜえ、全然うぜえんだけど。ちょっとこういうのしっかりしてよ。ゴムパッキンペローンはダメでしょ。ゴムパッキンペローン、あーなんかイライラすんな。ポカリスエットは当たりだったのに。え、なんで、え、これどういうこと。パッキンペローン嫌だな。え、これ合ってるか。ペローン気になるよね。耐火性だねこれ。耐火性、ペローンってなるの。ここがわかる、ここ一部がなんかペローンってめくれんの。水出しでお茶出るよね。水出し好きだよ。ペローンってなんのこれ。星5なのに。これでまあお茶飲みます僕。ペローン嫌だな。あ、ペローンってなるんだけど、ここ一個だけペローンってなる。なんでペローン嫌だ、もうペローンやめてほしいんだけど。え、なんでなんで、これ設計ミスでしょ。完全な、ただの設計ミス。ほらペローンってなる、ここだけペローンってなるの。いやいやいや、可愛いじゃなくてさ、ペローン、俺アスメだからこういうのめっちゃ気になるの。ここの部分ペローンって、なんで？なんで？なけなしの2000円で買ったのに。ゆっくり入れてみよう。ゆっくり。お、ゆっくり入れたらペロンってならない。ペロン、ペロンってならない。ほら。これでこうやってお茶を飲む。これでいいね。こんにちは、バタフライテール。こんにちは。生まれたての僕らの前にはただ果てしない未来があって、ワド、それを信じていれば。あ、1リッターだね。ちょっと小さいかもしれない。うん、これいいよね。300円、これ良くない？なんか良くない、ポカリスエットって。なんかいいでしょ。1リッター、うん、これ持ってこ。ペロンはゆっくりやれば治る。はいはいはい、シルバー作ります。よいしょ。あ、炭酸強い。そう、なんかね、エネルゲンっていうやつ、あ、これプラスチックのやつだよ。プラスチックの、なんつうの、よく小学生とかが使うな、こういうの、サッカー部とかで、うん、エネルゲンとアミノバイタルとポカリスエットの3つがあって、大塚製薬から出て、やっぱ俺はポカリを意識していきたいっていうか、ポカリスエットの CM 出たいっていう。海岸沿いを駆け抜けたい。はい。それね、くだらないことばっかり言ってるから怒られるんですよ、うん、こんなくだらないことばっかり言ってるから働けって言われるんだよね。今日もやってきます。ツイッターにね、写真あげたんだけど、だいぶいい感じになってきましたよ。部活思い出す？俺部活ね、帰宅部だったからね、何も思い出さないポカリスエットのボトル、スクイーズボトル見ても何も思い出さないね、うん、帰宅のことしか思い出さない。どれだ、これか。こんな感じですね。はい、だいぶ形見えてきたね。
どうよ皆さん、だいぶもう俺の中でここまでできたら 50% だなって思ってるんだけど、どう？あとはさ、あの細くしていくとか、あの形を整えていく作業、大まかには見えたよね。人間やってみればできるもんだな。だいぶ見えてきたと思わないですか皆さん。いい感じじゃないこれ、うん、とってもとってもとってもいい感じだよね。ありなんじゃないかな。どうなんだろう。いいね、だんだん見えてきたね。でここの間にパワーストーンが入って、この棒がここにスッと入って、あとはここの接合部分だね、うん、どうやったらかっこよくなるんだ。あとは刻印とかこう金属の刻みと、あとここの接合部分か。思ったよりね、なんかうまくいきそうな感じがしてきたね。だいぶね、いいんじゃないでしょうか。いいですね、いいですね。ここを細くした方がいいね。ここをもっと細い方がかっこいいね。ちょっと太くないこれ。ここ細くしようか。ここね、のりこ、のりこがやってくれたからね、うん、うん。あとは模様だな。模様、俺が一番気に入ってるのはここのパーツの鍵の差し穴の部分は結構うまくできたかなと思ってて、あとは模様だな、うん。和道っぽいっちゃ和道っぽいよな。いいんでないでしょうか、うん。誕生日はね、え、書いてあるよ、書いてあるよ。5月の21。なんかこの辺に書いてない。携帯で見てたら、なんか画面の下のこの辺に誕生日書いてあるでしょ。書いてない？見えない？1985年5月の21日で33歳。おっさん。でっかい赤ちゃん。大人赤ちゃん。だから捨て頃のちょうど1ヶ月ぐらい前だね。捨て頃の1ヶ月前に誕生日迎えますね。欲しいものリスト、いや、あの、もしプレゼント送るよっていう人がいたら、あの欲しいものリストはコツで送ってる。あのね、その俺の場合すごくて、毎日アップロードしないと、例えば URL とか貼っとくじゃん、毎日消すやつがいるので、 Amazon に問い合わせたの。もう欲しいものリストが機能してないから、そうアンチに消されるとすごいのよ。毎日俺の欲しいものリストを一瞬で5分ぐらいで消すの。プログラムとか組んでんのかな。そう、消すことができるのね。だから普通の人が、え、欲しいものリスト載ってないですよって言われるようになったから、だからもう個別で URL 送るようにしてんの。いや和道さんアンチいるの？だってみんな、このこんなのこのリスナー大丈夫かってなってるけど、大丈夫かな。あのね、多分ね、配信会で一番アンチが多いの俺かツバニャンかって言われてるぐらいだよ。配信会で一番嫌われてるって言われてる、かなり有名な配信者だよ。懐かしくない？たくみさん、こんなこと言ってくれる人がいるって。俺不安なんだけど、なんかあんこさんが、え、そんな人だと思いませんでしたって。あのね、あんこさんは多分俺のことをいろいろ調べた方がいいよ。
おい、岡ちゃんいらっしゃい。初心者マークつけたの。岡ちゃんお疲れ。のんちゃんも知らないの？俺って多分配信界の中でトップレベルに嫌われてる配信者で有名なんだよ。そう。ケンカ、ツバニャンか、ワドーかっつってぶっちぎりで、まあツバニャンの方が今、そう、相当だよ。で、一時期俺はそのアンチを抑える活動をしてるから、今ツバニャンだけど、俺が本気出したら、ツバニャンとか目じゃないぐらいだよ。本当に。ね、だいぶ変わったね。いい人作戦が功を奏したの。1年間キャンペーン張ってたから。のんちゃんも知らなかったんだ。ニコ生の最悪の生主として名高いから。すごかったよね。1ヶ月に1回、なんつうの、何かしら事件を起こしてたもんね。野田総理のウサギの肉盗んだりとか、橋本くん酒ぶっかけ事件とか、もう大変だったよね。そっか、知らないのか。今そのイメージないよね。俺自分でびっくりしたもん。アンチいるんですかって。一時期アンチしかいなかったからね。そう、クレイジー。クレイジーワードだったから。あ、何も知らない？いいよ。知らなくていいことってあるよね。知らなくてもいいことって俺あると思う。それでいいと思う。今を大切にしてるのいいと思う。すごく。それでいこう。うわ、嬉しいな。昨日デイリーランキング久々入った40位だって。うわ、デイリー久々入ったんだけど。俺今何位？ 118 位。上がった上がった。よっしゃー。よっしゃー。100位超えようぜ。ああ、どうもどうも、わだつ。そうだよ。だから、これもいい人作戦の一環だから。うわ、ワドーポカリスエット飲んでるんだ。素敵。ワドーは、モンスターエナジードリンク。うわ、不良ってなるじゃん。今までやっぱり、ブラックのコーヒーとか、モンスターエナジードリンク飲んじゃってたから、うわ、おっかないって、ね、そこで女性が引いちゃうから、このイメージ戦略、ここにポカリがあるだけで、あれって、宮崎あおい？みたいな感じになるから。ならねえわ。あれ、上戸彩に見えてきたとか。ふかきょんですか？ 古い。例えが古い。素敵。そう、そういう細かい戦略をゆっくりゆっくり。ああ、肩痛いな。こんにちは。楽しんでってください。いや、平和の配信はね、昔から平和の配信なんだけどね、昨日みたいにね、荒れてるのがね、毎日普通の配信、病んでる配信、普通の配信、病んでる配信を繰り返してたからね。あ、一色さえに見えてきた。古い。もっと古い。もっと古くなった。よい子さん年齢バレるよ。 俺より上だもん、一色さえは。そのうちあれでしょ、内田有紀とか言い出すでしょ多分ね。よい子さんね、その世代なんじゃないの。内田有紀とかが全盛期の時代でしょ。そう、戦略成功。昼休みお疲れ、バタフライテール。俺だって、俺が子供の頃、一色さえは別にアイドルじゃなかったもん。広末涼子だったもん。え、あの頃、一色さえの頃って何？宮沢りえとかは、もっと昔か。宮沢りえとかは。内田有紀すごくなかった？俺、内田有紀にとどめを刺したのが広末涼子だと思うの。で、広末涼子にとどめ刺したの誰だろう？なんかね、あるんだよ、ポジション取りが。一時期取れると思ったのが、矢田亜希。押井学と付き合って落ちちゃったけど、矢田亜希子だっけ？あの子すごくなかった？一時期。おい、いらっしゃい、みーさん。矢田亜希子はね、いいとこ行ったんだけどね。広末、ね、内田有紀にとどめ刺したの間違いなく広末涼子だよね。
ショートカットで美少女キャラ。だからその後多分上戸彩がとどめ刺したんだと思うんだよね。広末涼子に。なんかね、その女優のトップ女優、その綺麗な女優さんの戦略図とかをやっていきたいんだよね、ポジション取り。多分上戸彩だよね。広末にとどめ刺したのは上戸彩だと思う。俺もそう思う。で、なんでか知らないけど、俺の中で一番面白いのが、なんだっけ、唇がボインの子いるじゃん。エヴァンゲリオンでさ、あ、エヴァンゲリオンじゃない、シン・ゴジラで女優やったあの人なんだっけ。連ドラやってた子。なんだっけ。今、30代のさ、俺と同世代ぐらいの子いるでしょ。女優で。今は有村架純とか、ノンが一時期いいとこ行ってたよね。石原さとみだ。石原さとみはブサイクキャラだったのに、なんか今、超可愛い美人女優みたいなポジションを取ってて、あれすげえイメージ戦略だなと思って。霞？霞って読むの？カジュンじゃないの？これ。霞って読むんだ、これで。宮沢りえの僕らの7日間戦争俺知らない。霞って読むんだ。カジュンだと思ってた。有村架純だ。全然違うじゃん。上村っつってたもんね。そう、石原さとみの伸び方はめちゃめちゃ好き。なんかシフトした。 ガッと切り返してきたからすげえなと思って。 あの子は眉毛を変えたのがでかかったんだと思う。なんか NHK のドラマ出てた時、なんか眉毛めちゃめちゃモサい女の子だったから、女優化けるよね。やっぱ見られる商売するから綺麗になるんだよね。だって俺、上戸彩初めて見たとき、僕は男だって言ってサンドバッグ叩いて、サンドバッグ叩きながら、晒しでおっぱい締めてたもんね。うーとか言って、金八先生で。嘘だろうと思って。新垣結衣は、もう超正統派で、ねえ、ぶっちぎりでしょう。あのポジションは、誰のポジションっていうかね、独自の、もうぶっ飛んでるよね。実際綺麗じゃん、ガッキーは。あ、だから、それこそモデル上がりで女優さんになって転向したパターンの人の王者だよ。だから、エビちゃんとかのポジション取ったんじゃないの？違うか。客層違うか。エビちゃんは違うもんね。エビちゃん女性層だもんね、ファン層が。女性がこの人可愛いって思う人って誰なの？なんか女の可愛いほど信用できないものないじゃん。女の人でこの人は本当に美人だと思うとか性格もいいと思うっていう憧れの女性言って、この人は認めるっていう人。蒼井優と宮崎あおいはね、実は俺タメなので、なんだっけな、さっき名前出た上戸彩もタメなんだよ。だから1985年の女優って大当たり年の。なんかもう10年に1回あるかないかの女優、演技力とか女優とか、なんつうの、当たり年って言われてる年があって。そう。俺の世代のね、だから33なんだよ。蒼井優と宮崎あおいと、上戸彩は。宮崎あおい可愛いけどでかいんだよね。そう。身長がめちゃめちゃでかい。スタイルがおかしいんだよね。やっぱモデル上がりだから。なんか、チンチクリンのさ、小さいキャラクターに見えるじゃん。童顔だから。めちゃめちゃ8頭身だからね。引きで見るとびっくりするんだよね。あ、ワンピース似合いそうな人ね。白いワンピースね。でもさ、蒼井優ってヘビースモーカーだよ。あんな顔してめちゃめちゃ酒飲みでヘビースモーカーだよ。めちゃめちゃ豪快な人なの知ってた？イメージ壊れるかもしんないけど。めちゃめちゃかっこいい人なんだよ、あの人。だから女優ってイメージ作るのうまいよな。さて、ヤスリをかけながら行きますか。車も乗ってるんだ。ギャップがかっこいいよね。
れでもなんかかっこよさ持ってる女優だよね。マイクロスパチュラ、スパチュラじゃない、マイクロヤスリ。あれ気に入ってるヤスリがね、あった。あれ配信会でイケメン、いや和道でしょ、ジュノンボーイ和道でしょ。だって Google でヒゲ男子イケメンって検索しような、イケメンスペースヒゲ男子で検索して、のんちゃん、イケメンスペースヒゲ男子で Google で検索して帰ってきな。ジョニーデップ超えてんだよ俺。知らない人は Google 行ってきてください。イケメンスペースヒゲ男子、調べてきて爆笑できる。いていていて、あれヤスリがねえな。二宮は性格悪いと思う。性格悪いっていうか、まあ、アイドルだからね。性格悪いっつうか、ああいうなんかイケメンの自覚のある男っていなかった、クラスメイトとかに。あれねえな。一番に出たでしょ。今1位なの。え、ヒゲ男子会の1位になったの俺。7位ぐらいだったのに。今一番になるの。そう、Google が認めるヒゲ男子界のイケメンだから、ジュノンボーイ超えてるからね。よろしく、そこのところ。今1位なんだ俺。すげえな。ついに取った。ついに俺の時代来たか。なんかヤスリが1本なくなったな、気に入ってたやつ。あったあった。胸毛ワードが出てきた。1位なんだ今。みんなのおかげ。写真全部和道さん。あ、そんなにあんだ。そんなに、そんなに今すごいの。そこまでだとは思わなかったからびっくりしてんだけど。竹野内豊とかジョニー・デップとか、なんか軒並みやってるらしいよね、今。あ、よかった。いや、Google に認められたイケメンなんだよ。やっぱ和道くんイケメンだねっつって、 Google が認めた会議で和道くんで行こうっつって、うん、和道さんが好きな女優は、俺は好きな女優はあの石田ゆり子とか、あの俺はね、女優っていうか、あのジュディ&マリのユキとか、ああいう背が低い子が好きなの。なんかね、俺自分で気づかなかったんだけど、ある日友達に言われて、お前が付き合う女って全員小さくねって言われたの。で、えって言って、俺自覚なかったから、えってなって調べたの。そしたら全員40センチとか150センチ台の。153以下とか、俗に言うチビなの。のんちゃんも小さいでしょ。背の低い女性がタイプなんだと思う、多分。うん、背が低い女性が大好きなの。で、背が低いけどちょっとかっこいいっていうか、なんかこう面白いキャラクターの人っているじゃん。わかるかな。だからロリコンじゃないんだけど、その童顔の女性っていうの、足立由美とかさ、ああいう系統が好きらしい俺は。だから綺麗系の人はあんま好きじゃないかもしれない。可愛い系の人が好き。足立由美今綺麗だよね。
びっくりするよね。年取るごとになんか綺麗になってくるんだよね。シャラは嫌いじゃないね。シャラ全然好きだよ。てか、チャラは普通にアーティストとして好きかな。曲が好き。安達祐実、俺より年齢上じゃない？ 36 とかじゃない？守ってあげたくなる。あと、年上の人が好きだね。わかった。あんこさんね、一番好きな女優、顔がタイプなの、南野陽子。南野陽子がすっごいタイプ。俺マジで南野陽子は顔ドストライクに好きだね。すごい可愛い。何のだ？何の？あんこさん上なんだ、俺より年。俺より年下だと思ってた。南野陽子わかんないよね。 南野陽子わかんないでしょ。検索したら出てくるよ。昔の女優さん、アイドル。古いアイドルのね。あとアナウンサーのさ、目覚ましテレビのアナウンサーの、なんだっけ、名前出てこないな。誰かわかんない。アナウンサー。フジテレビのアナウンサーで目覚ましテレビやってたアナウンサーが好きなんだけど、今の子じゃなくて今の1個か2個前の、生野陽子じゃない、ショーパンじゃない、ショーパンの前の中野美奈子。中野美奈子はすごいタイプ。あやパンじゃない、中野美奈子の方。中野美奈子すごい好きだったね。ドストライクだ。ああいう系統の顔が好きだね。吐息でねとかよくわかんないよ。あの子かわいいよね。歯医者さんと結婚したよ。俺もそうだった。っていうか、俺は中野美奈子と共にテレビを捨てたね。テレビ見なくなった。国中涼子は沖縄の美人って感じだよね。あれね、親戚とかああいう系統の顔だからあんまりグッと来ないかもしんない。国中涼子綺麗だと思うけど、沖縄系の正統派美人系の顔なの、あれって。あんまりだから、綺麗系が入るとね、引いちゃうんだよね。綺麗な人苦手かも。可愛い系の人がいい。リアチもいらっしゃい。加藤ローサも苦手。加藤ローサは、ダメ。ジャニーズ系、おい、ジャニーズ系の俺の前でお前そんなこと言うなよ。おい、あんこさん、俺、配信会ではジャニーズ系で通ってんだよ。ワドタクって言われてんだから。いつからかわかんないけど。俺ってその俳優のポジションとかで言ったらさ、俺って誰系統になるんだろう。俳優で言ったら俺どこのポジションになるのかな。韓国系男子ね。韓国人は意識高いからね、体鍛えてるし、スタイルめちゃめちゃいいよね。モデルさんみたいだもんね、韓国の俳優さん。俺はどこのジャンルなんだろう。
例えるならどこ？みんなが監督だったら、誰々が使えなくなったから和道を使おうと思う。ぬくみず？ぬくみずポジなの俺。マジで。俺ぬくみずさんのポジションだったの。全然意識できてなかったわ。ああそうだね、中性的になってきたの、男らしくないよね。え、どこなんだろう。浅野忠信。ああ浅野忠信か、ああいう系だ。ぬくみずと浅野忠信全然違うじゃん。浅野忠信かっこいいよね。すげえすげえ嬉しいな、褒め言葉だねそれは。じゃあ浅野忠信を意識してブラックコーヒー飲もうかな。やっぱりポカリスエット浅野忠信飲まないでしょ、ブラックコーヒーでしょ多分。阿部寛、阿部寛か、全然違くない？阿部寛とか浅野忠信ポジだったの俺。綾野剛って読むのかな、剛って読むのかな。阿部寛はない。それもうヒゲだけじゃないの、ヒゲヒゲだけしか共通点ないでしょ。阿部寛だって身長めちゃくちゃでかいよあの人。おはようブリーン。主演助演の次のポジション脇役じゃねえかよ。それ多分殺される役でしょ、多分終盤でいなくなる役じゃん。結構面白いの。ああじゃああれでしょ、リアチームトリックとか好きだったでしょ。よっさん、ちょっと1時間経ってるよ。アイテムバーガー1個、風船10個じゃきついから、ちょっとおめぐみちょうだい。おめぐみ、おめぐみください。よろしくお願いします。初見さんいらっしゃい。トレインスポッティングのユアン・マクレガー。俺ユアン・マクレガーって人に似てんの。ユアン・マクレガー、ユアン・マクレガーって何。ユアン・マクレガー、ユアン・マクレガー誰だろう、ユアン・マクレガーって。ユアン・マクレガー、めちゃめちゃかっこいいじゃん。あーこの人か、全然違うでしょ。イケメンすぎるでしょこの人。あ、そうなんですか。へえ。キレっぷり、ラリった人なんだこの人。メガホン4つありがとう。みんなアイテムくれ、アイテム、アイテムでちょっと盛り上げてよ。アイテムちょうだい。爆投げしてよ、爆投げ。お金余裕のある人だけね、ない人はいいです。ない人は一緒に貧乏楽しもう。ちょっといないの、ビル・ゲイツ。いるでしょ本当は、ビル・ゲイツとかウォーレン・バフェットとかドナルド・トランプ的な人います。お金持ち。 Google で和道さんに似てる俳優って検索したら星野源、
星野源、誰星野源って最近の俳優わかんねえな、うん、星野、なんで読むんだろうこれ、コピートン似てるか似てなくね、全然似てなくね、全然似てないんだけど、うん、出るところがすごい、ありがとうあんこちゃん、花火ありがとう、うんま俺の投げキス受け取った、うん、ありがとうございます。見てなかったか、残念だわ。そうだね、旦那さんいるしね、よくないね。なんか朝起きてのんちゃんがいないっていうのはなんか珍しいな。のりこが今日いない、何ヶ月ぶりだろう、朝起きてのりこがいないのは。出て行ったっていうか別に一緒に住んでないかんね。 Google 買収してないよ時価総額多分世界1位でしょ Google って。今 Google じゃないのかな、買えないでしょ、何兆円かかるんだよ。トマベチヒデトじゃねえんだから Google を買収するのは私だっつって、朝起きてのりこがいない、歌詞みたい、あ素敵やん、ありがとううなぎ屋さん、アイテムありがとう。和藤さんショートスリーパーですか、遅くまで練習した。違うんだよね、最近ねもうカッカカッカしてんのよ、あの捨て頃で体鍛えてるでしょ、だからちょっと血の気が多いっていうかね、寝れないので、運動してるからね短眠になってるんだよね。もともと超ロングスリーパーだけど、なんかね、そう、打つと、そうと打つがあって、打つになると俺12時間ぐらい寝るの、3年間ぐらい。毎日12時間とか、ひどい時30時間ぐらい寝ちゃうの。だけど最近はね、パッと目が覚めるね。パッと目が覚めて。で、大体これそう状態の時なんだよね。3年間続くと思う。何かに集中してると脳が冴えてね、休まらないの。今、覚醒してる状態。まあ、仕事モードの時だよね。会社経営してたりとかそういう時はねすごいショートスリーパーだった。花火さん来ないかね、もう今月生活できないよ本当に今月マジでやばいよ。来月うまくいくかな、ね、今月悪いじゃないね、最悪だね。いや下手したらマジで食えない今月、うん、ていうかもう本当にねやばいよ、引退の危機だよ引退の危機。おうメイメロさんいらっしゃい、久しぶり、楽しんでて。家賃は6万、家賃は6、
家賃は払えると思うんだけど、来月花火さん来てくれたらね、楽しいよね。だから一回もマンスリートップの方になったことないから、マンスリートップになるのが俺の夢なんだよ。配信者としてさ、名前は売れてるのに、ぶっちゃけた話さ、ワドを知らないっていうのは配信でにわかじゃん。知らない人はいないぐらいじゃん。聞いたことあるとかさ、名前は知ってるとか、あ、見たことあるよとか、あいつでしょってなるじゃん。ワドっつったら。それで、ずーっと100位以下なんだよ。その状態で。辛いよ。配信始めて5年経つけど、100万以上稼いだこと一回もないもん。だからトップに行ってみたい、一回。そしたらほら、自信がつくじゃん。配信者として。そう。俺も、ね、頑張れたっていうかさ。だからそれが目標かな。マンスリー、ね、上の方に行くっていうか。もうぶっちぎりでなんか結果出したい。一回。それ夢なんだよ、ずっと。ふわっちでやって1年間追っかけてる。ただもう、ダメだね。支えてくれてる人、みんなが無理して支えてくれてる俺の生活を。花火師さん全然いなくなっちゃったもん。でも頑張るよ。夢は諦めないよ、俺。なんでいなくなったんですか？いや、わかんないよ。連絡取ってないもん。飽きたんでしょ？ いや、単純に俺、本当に、いや、花火師降臨したらマジでね、もう神回だよ。もうそしたら全力でお願いしようと思ってる。ちょっと、もし応援してくれるんなら、頼みますって、全力でやるんで、つって。そのお金をもとにアメリカ行こうと思ってるね、もし、花火師が来たら。支援者が来たら。なんでいなくなったって、秋田以外にないでしょ。正直それが普通の理由だと思うよ。飽きたわ、つって。わかんない。どうなのかは。いや、単純に飽きただけでしょ。まあでも今いる人を大事にするのが仕事だよ。だって一生面倒見てくれるわけじゃないもん、みんな。自分で生きてくんだよ。新しい人と出会いと別れを繰り返して、また再び会ったりとか、そういう人生ですよ。飽きたか、資金、あ、それもあんのか、資金が尽きたか。なるほど。そのパティもあるか。でも別に資金が尽きたパターンだったら普通に見てもらいたいけどね。普通にコメント打ってもらいたいけどね。全力で一服する。かっこいいセリフだね。全力で一服するっていいね。てか、全国リア凸1万旅は中止のまま。俺の放送を見てない人に説明する理由がないと思ってる。俺の放送を見てたら全部知ってるはずなの。で、中止のままかどうかとか、そういうことって俺の配信をそもそも見てない人だから説明する義務がないと思ってる。あなただって俺のリスナーじゃないじゃん。リスナーだったら知ってるもん。俺だって何回も説明してるから。てかとかじゃなくて。全力で一服するっていいでセリフだな。わあ、ありがとう、菅さん。頑張ります。花火ありがとう。よし。菅さんありがとうございます。あんこちゃんありがとうね。みんなありがとう。花火師さんに、花火師の方向に向かって敬礼。 まあでもアマチュアで3年ニコ生でやってたからな。なんとかなると思うよ。配信は続けられると思う。
そう、イメージ戦略大事だから。ドンペリーっつって。あ、そっちのバージョンが良かった、あんこさん。ケンさん、ありがとうございます。花火いいっすね。ハルくんの声好きだわ。あ、いやいや、人による。俺はあんこさん、俺の思いって言ったら、なんだろう、まあそれぞれの生活があるけど、どうだろうな。まあだから気が向いた時に、だから無料で見なければ俺は別になんかすげえありがたいと思って、俺のこと好きならね、ヘビーで見て息抜きになるっつったらさ、例えばさ、よく言うのがカラオケ行ってもさ、数千円かかるわけじゃん。で、毎日見て別に、なんだろう、1000円花火一発とかって別にいい暇つぶしになってると思うのよ。だから月1回花火投げてくれたりしても全然ありがたいし、まあ人によるよ、そこは収入の問題だから。だからなんつうの、楽しかったら投げてくれれば、投げたら覚えてるわけじゃん。あんこさん投げてくれてる人だって、俺の方に履歴が残るのよ。実はあんこさんが月いくら使ってくれましたよって。だから10万20万100万投げろとは思わないよ。お金持ちの人だったら投げてもらったら嬉しいけど、でもみんなの生活を壊してもらいたくないよ。だからまあ、食っていけるから大丈夫でしょ。頑張るよ、俺も。囲いの人どれくらいだろうな。まあ、投げてくれる人で、まあ、投げてくれる人3万とか投げてくれるけど、普通に一番多い層は、まあ、1万円から5000円ぐらい投げてくれる人多いけどね。でも、数千円投げてもらえるだけでも本当に感謝だよ、俺は。そう、塵も積もればでさ、花火だけじゃなくて、バーガーとかもすごいでかいから。つまりは囲いが多いんじゃなくて、閲覧が多いから自然と投げる人が多いんだよ。メガホンありがとう、みーちゃん。ありがとう。そうそう、だからメガホンとか無料のアイテムとかもあるから、メガホンバンバン投げてくれても応援になるよ。1日1回メガホン投げようとか、で月に1回ぐらい花火投げようとかでいいんじゃん。あとはお金持ちのリスナーさんとか、花火投げてくれる人にさ、ありがとうっつって、一緒になんかこう盛り上げてもらえたら、嬉しいっす。やっぱりさ、花火投げてさ、みんなからさ、枠でさ、おい、花火おめでとうとか、花火師さんありがとうとか言うとさ、花火師さんも多分気持ちいいはずなんだよね。あ、のんちゃんメガホンありがとう。やっぱ花火投げてくれる人にはありがとうって言ってもらえると、なんか、こう、
俺の放送好きなんだなと思って、俺も嬉しいし、ああ全然全然ありがとうございます、ありがとう。メガホンランキング上げられるよ。メガホン1個につき10ポイント、だメガホン1000個で1万円分のマンスリーポイントになるから、だからメガホン投げまくったらマンスリー上がるよ。メガホンガンガン投げてほしいね。いろんな人に投げてたら1万ぐらい請求来た。それはね、主婦とか一般の人にはちょっときついかもしれないね。まあ、3000円から5000円ぐらいの幅で楽しむのは普通の趣味にお金かけるのは別に普通なことだから、ただまあ1万円はちょっとなってなるよね。そうだね。嫌よ。神会起こそうぜ。一緒に神会作ろう。嫌よ。一生忘れないよ。神会作ろうね。狐枠はアンチ怖くてできない？やっぱ。いや、やってるよ、俺。ていうか、狐枠一番やってたんじゃないの？怖くてって何？何が怖いの？イライラする時間を作りたくないね。狐枠イライラするから。いいよいいよ、全然。アイテムね、メガホンいっぱいたくさん投げていいじゃん。無課金税で、ああ1月休み多いか、そっかそっか、連休だもんね。1月はでもね、全体的に厳しいらしいよ。他の人も厳しいっつってた。ああ、ありがとね、ブリン。無理すんなよ、ブリン。娯楽だから。俺も生活がかかってるって言っても、みんなの生活崩れたら楽しめなくなっちゃうから。楽しめる範囲で爆投げしよう。 楽しめる範囲で爆投げ。ありがとう。そう、やっぱエンターテイメントだから、その例えばさ、その花火一発だったら、私もなんか毎日少しずつ投げたいっていう人は、まあバーガーとかハートとか選べるわけだから、そういうスタイルは自分で決めてさ、ふわっちにこれくらい使おうって決めて、あとはそのちゃんとよく見てる配信者に投げることだよね。ノリで投げるんじゃなくて。そうそう。時間をちゃんと使ってる配信者に投げてあげるのがいいと思うよ。そうそうそう。投げられる人が投げるって言っていくのがいいんだよ。投げられない人もでも、俺はね、無関心って言葉が一番ダメな言葉だと思ってて、無関心って無責任の元になる言葉なの。無関心だからこそ無責任なことを言う人になってしまうの。で、それって人生にとってもすごく良くないことで、その関心を持つっていうこと。そう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 。で、この放送は、誰かが花火師が投げればいいんでしょうって、私関係ないしっていう風なのが楽しめないじゃん。私も参加者で和道の放送を支えてきて、こういう歴史で、そう、昔からこいつこんなやつでっていう風に語れるじゃん。私も応援してたんだよって。そう、有名になってさ、俺はなんだろう、テレビとかも出たいしさ、もっともっと有名になるから実力つけるからさ、その時私昔から応援してたんだよって言えるじゃん。ありがとう、あんこさん。テレビのスポンサーとかね、なんか企業スポンサーとかつけられるように頑張るからさ、何年か後には。だから俺のこと詳しく夢見させて、リスナーさん、俺に夢をくれ。俺もう夢をシェアするから、ガンガン夢叶えて、みんなで楽しもう。
その他に親戚お年玉や出産祝いやら支出がやばい。1月はね、どうしてもそういう月だよね。まあ、じゃんじゃん稼ごうぜ。あ、最悪バイトすりゃいいんだよ。プロ配信者じゃなくてアマチュアに戻っちゃうけど、最悪バイトすりゃいいんだよ。俺が。なんとかなるから。大丈夫。なんとかなるよ。心配ない。1月、2月は何だろうね。夏になると景気良くなるんだよな、配信って。夏場結構バブリーだったね。18万やば。どれくらいの細さがいいかな。まだ太いよね。まだ太い気がすんな。ちょんちょん言ってるな、ペコが。え、プッシュやってるよ。プッシュって俺ランキング何位なんだろう。プッシュ、なんか30位だか40位だかいたような記憶があるけど、今何位なの？プッシュって。プッシュ和道で検索してみて。自分で何位なのか分かんない。登録だけしたんだよね。登録だけはしてる。でも、プッシュいいよ。なんか、プッシュに力入れたくない、あんまり。なんか、テレビ、自分の実力で出たいから、企画で別にプッシュいいや。プッシュってなんかみんながお金払うんでしょ？みんながお金払ってテレビ出たら意味ないじゃん。だったら花火でちゃんと活動をやりたいから、花火投げてほしい。プッシュにアイテム投げてくれるなら。プッシュより、アイテムの方がいいね。あ、無料のポイント買うんだ。あ、だったらそれは投げてもらいたいかも、プッシュ。無料のポイントあるんだったら投げてもらいたいね。もしテレビに出てるワードを見たいっていう人は、プッシュでアイテム投げて。あ、無料で1000ポイント以上貯まるんだ。そうなんだ。知らなかったわ。ね、知らなかった。今2倍キャンペーンなんだ。俺今何位なの？アドさんのニコニコ大百科受ける？あ、そう。見てねえな。荒らされてる？
ライラ落ち着いたの？喧嘩突じゃなくなったの？俺もライラとの絡み1回しかないかな。のんちゃん今日来ないのかな。放送も来ないね。寝てんのかな。ポイント投げた無料。ああ、ありがとう。今5位？俺？俺今5位？え、俺ダウンロードしてないんだよね、プッシュ。ダウンロードしてみようか。え、自分のプッシュどうなってんのか。携帯壊れちゃったから。今5位？マジでありがとう。おい、掃除機かけてきてください。いてら。今5位なの俺。え、5位ってテレビ出れんじゃないの？5位？ 5位ってテレビ出れんじゃないの？違うの？なんか10位以内はテレビ出れるんじゃなかったっけ？違うのかな？何リーグで5位なの？仕組みがよくわかんないけど、10位以内はテレビ出れるんでしょ？いや、まあ、オファーがあったら出るけど。オファーがあったら出る。仕組みが分かんないんだよね、あれ。どういう形式でやってんのかよく分かんないから。5位か。3位が出れるんだっけ？今アプリ入れてねえんだよな、俺。1次リーグに入れれば1ヶ月間出れる、10位まで。ほう、そういう仕組みだ。3部リーグなんだ俺は。3軍だ。じゃあまあテレビ出れないのか。じゃあ無料でポチポチアイテム投げて、チャンスがあったら仕掛けよう。いや、よくわかんない。B 級ヒーロー。別に、あ、そういう感じで繰り上がっていく感じなんだ。めんどくさいね。じゃあいいや。リスナーさんが金使ってテレビ出てたらバカみたいだもんね。じゃない？リスナーさんが金使ってテレビ出ようってさ、それ、バカっぽくない？なんか。で、演者に給料入らないんでしょ？じゃあいいよ。だったら生放送普通にやって花火もらった方がいいじゃん。企業が儲かるだけでしょ、そんな。あ、自演してるんだ。
だって BS かなんかでしょ。そもそも俺テレビ持ってないからその番組見れないもんな。どんな感じに仕上げるんだったっけな。金かけてまでテレビ出たいとは思わないな。だったら自分で番組作った方が面白いじゃん。ああ、またね、のんちゃん、ありがとね。いってらっしゃい。はい、こんにちは。ミュースさんいらっしゃい。楽しんでいってください。あ、どうです。ナジームハメドの動画ずっと見てたな。天才だね、ナジーム。
はいはーい、ブリーンさんいらっしゃ、いってら。空手の黒い道着って売ってんのかな。売ってるんだ。
マクドナルド、照り焼きグラコロ、照り焼きグラコロかな。照り焼きはやっぱてか、ビッグマックも好きだし、照り焼きが一番好きかな。照り焼きを多分一番食べてるかな。で、照り焼きから一回離れて、ビッグマックに浮気してた時期があって、照り焼きかな、一番食ったのは。照り焼きうまいね。マックいくら食ってもなんか体に栄養になってる気がしないんだよね。なんかね、うまいんだけど、あれはお菓子食ってる感覚。お菓子で腹いっぱいにしてる感覚かもしんない。なんかそのご飯的な栄養になってる感じはしないね。その運動をするとさ、なんか食ってて分かるんだよね。体が欲するの、なんか。だからびっくりするかもしんないけど、俺コーヒーとかばっかり飲んでたけど、朝ね、最近フルーツジュースとか飲みたくなるのよ。不思議でしょ？あ、野菜ジュースとかフルーツジュースとか、もう普通に果物でね、本当はミキサーで回してスムージーとか作るのがいいんだろうけど、不思議なんだよ。そう。で、トレーニング中は水分に少し薄めたスポーツ飲料とかがいいし、体が変わるっていうか、激しい運動するとね、ご飯がやっぱり米とか食いたくならない。米とか野菜とか肉とか栄養のあるもの。別にマックも食うけど、なんかお菓子食ってる感じ。すぐ腹減る。で、スムージー最近置いてるよね、コンビニね。ちょっと高級なラインナップでね、2、300円で。あれじゃん、ローソンが始めて売り上げが良かったんじゃないかな。ファミリーマートも最近始めたし。あ、これね、リスナーさんからのプレゼントなんですよ。ちゃんとしたお坊さんで、尼さん？阿闍梨さんって言うんだけど、阿闍梨っていう位があるんだけど、お坊さん、ちゃんとしたお坊さんが、その四柱が彫ってあるの。朱雀、白虎、玄武。あとなんだっけ。朱雀、白虎、玄武、竜か。白竜か。があって、赤いパワーストーンに数珠に梵字が入ってて、彫り込みの梵字が入ってんの、ここに。そうね、念を込めて祈祷して編み込みましたっつって、リスナーさんからのプレゼントですね。配信荒らしはブロックですよ。あ、だと思う。もう見た目が全然、その全然違う。かなりその天然石で作ったって言ってたよ。多分高いだろうなと思う。俺もパワーストーン好きでつけてたんだけど、石が全然、こんないい石で組んだことないもん。多分数万円するだろうね。高いと思う、多分これは。万じゃ効かない？嘘。っていうか、それじゃん、気持ちが嬉しいじゃん、その運気が上がるようにお守りでって言って。お気持ちが高いのかな。パワーストーン結構するからね、最近。でも念を込めて作ってくれたの、リスナーさんが。そので、すごい達筆で、いろんな、その全部に意味があってって、その金運が上がるようにとか、なんかこういろんなその仕事が成功するようにとか、いろいろ組んでくれたよ。ありがたいよ。高いのかな。アジャリブレスレットではない。アジャリっていうのはその僧侶さんの位だね。一般でも購入できるかどうかわかんない。あ、そう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 。赤のパワーストーン入って、はい、入れてくれてるの。これ赤なのね。リスナーさんからいただいたものは身につけますよ。
赤と黒と白しか身につけない。赤、白、黒。自分で購入するのはこの3つ以外身につけないって決めてるね。赤黒白。ペコのテンションが高い。釈迦。ないや、はいはい。のんちゃん起きないのかな。のんちゃんから連絡ないな。のんちゃん寝てるのかな、疲れてんのかな。月収3万円。浄化しないとダメだよね。行きたいんですよ、N さん。行きたいんですよ。行く予定じゃなくて、あの32歳までにアメリカに行くと人生が変わるって占い師さんに言われてて、で、もう今月の5月にはもうその32歳が終わっちゃうんですよ。だから行きたいと思ってるんですけど、まあ、稼げてないんでね。アメリカ行きたいですね。アメリカ行くと人生変わるよって言われてる。行けばわかるって。まだ諦めてないっすよ。あ、本当に？了解でーす。考え方が根本的に変わったみたいな感じかな。どんな感じなんだろう。
何かがやっぱ悟りがあるんだろうね。いろんなものを見て。深みいらっしゃい。結構形できてきたよ、深み。ストーン。結構いい感じになってきた。最初はさ、こんくらいダサかったんですよ。最初こんな感じだったの。これ買わねえわって感じだ。何これ？みたいな。なんだこれ？みたいな。だけどね、最近というか、昨日の段階でここまで形作れたね。そうだね、行きたいっすね。ありがとう、NN さん。頑張ります。まあね、行けなかったら縁がなかったっつうことで。そろそろね、スタジオに行かないとな。そろそろまたこのミーティングをしないと。形になってきましたね。プロビデンスの目が分かんないわ。プロビデンスの目が何か分かんない。
いはい、いってらっしゃい。お昼ご飯。また来てね。もう飯食わねえとな。んちゃん来んのかな。腹減ったな。3、2時か。
みんさん、メガホン50個ありがとう。ありがとう。からだ。飯何食おうかな。
何食おうかな。なんかおすすめある？冷蔵庫にはね、チンジャオロースじゃなくて、なんだっけ、ホイコーローの具材は全部あるんだけど、お米研いだりとかめんどくさいんだよね。あと卵があるかな。自分で作った方がいいかな。今からご飯炊いたら1時間後だから買うかな。今日は。ジムから帰ってきた時のためにあれだね。作らないと。
今から神社行くんすか？どこ神社？長すぎたな。腹減った。何行こう。いい時間。腹ペコ。新大久保。初詣ですか。腹減ったな。何行こうかな。川崎大師いいっすね。子供の頃2回ぐらい行ったかな。混んでませんでした？お腹すいたな。何食おうかな。ダメだ、腹減って集中できない。完全に糖分切れた。低血糖だ。なんか食ってこよう。なんか飯食ってくるわ俺。ご飯食べてくる。じゃあ一旦放送終わりにします。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。